はい、ゼガンです。はい、今のでいくんですね。はい、セカンドです。今のでいいんですね。メガネどうしたの？え、いや、もらったからさ、これせっかく使おうかなと。ね、もらう、なんどうしたの？え、もらったっていつ？いやいや、プレゼントで。入ってた？入ってたのよ。あ、そうなの？そうそうそう、ガンガン頬に刺さってんね、そしてガンガン刺さってる。その位置になんかニキビできそう。雑菌とか入ってる。メガネあるあるだけど、本当にできるよ、そこに。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ここにほっぺたにこう触れてる。刺さってるところ。普通刺さんないの、こうやって。いや、普通のメガネは刺さんないけど、うん、これは刺さるんじゃない？刺さるといけないの。え、ニキビできる。え、なんで？わかんない、俺はできちゃう。ここすぐできる。ここ。あ、そうなの？俺はね。まあ、俺はその長時間かけないし。前向きなんだよ。うん、大丈夫。いいよ、そんなことより久々じゃん。あ、すいません。あ、これじゃあ久々っていうと。そうだよ、お久しぶりです。あ、そうです。あ、お久しぶりです。生きてます。結構心配してる声結構上がった。あ、そう、そうなんです。最近は服出てるけど、どうしたんですかって。やめたんですかって。闇チャンネル一人クビになる。以上、そういう企画です。終わり。久々ですね、撮って終わり。いや、今日はもう、今見切り発車よ、言ってこれ。見切り発車。これだって、ちょっと要は、温め動画ですから。温め動画。僕ら自身を温めるための、今回してる。一発目だもんね、今日。そうそうそう、今日集まって一発目。最近気づいたのは、いきなりこう入るよっていうのはやっぱりちょっとダメだなっていうのに気がつきましてね。あ、そうだ。そう、温めてから、企画を撮らないと、はいはい、もう頭がもう、回んないからね。あ、これは今はこれ、あれです、アップです、アップ動画です。アップ動画。ランキング、ランキング。テーマはなし。テーマなし。それぞれ自主練みたいな。テーマなしの、そう、アップ動画。あ、ハーフ君の今年の抱負聞けばいいんじゃない。あ、そうだ、せっかくだし。俺ら今年の抱負をあげたのよ。ああ、なるほど。今年の抱負は、まあ、おみくじに書いてあったことを全部実行することです。何が書いてあった？行ったの、初詣。あ、行きました。何が書いてあった？いや、なんか旅人を待てとか。旅人を待て。いやいや、絶対そんなこと書いてない。旅を待てじゃない、旅人を待つ。恋愛、一度待てみたいな。全部待て、全部待て。全部一回。評価は何だったのよ、とりあえず。評価ですか？評価って評価は、あれ評価って評価は9です。評価9です。9とか、いや、10段階で小吉って9ですか？小はだいぶ低いでしょ。え、大、あれ、大、吉、中、小だっけ。え、中が上？わかんない、おみくじ引かない人。基地上だよね。大基地以外外れだと思ってたんで、ちょっとよくわからない。まあまあ、あ、そうなの。考え方によってはそうかもしれない。大基地、中基地。いや、大基地、中小だった気がするの。あ、そうなの。あれ、中ややこしいな、じゃあ。そう、中がね、ややこしい。真ん中じゃない。位置づけがややこしい。で、小基地、小基地の下はもう今日。末じゃない。え、マジっすか。末って何。下から3つ。中基地。あ、中なんだ。中がここ順番じゃない。マジ、喜んで損した。結構いいかと思って。小って普通ぐらいでいいんだから。小、基地、基地。あ、基地が下？末、基地、今日。小の方が上なの。あ、大、中、小、基地ってくるんだ。や、結構ややこしい。大、中、小、え、嘘、俺基地って、じゃあ俺基地行った時の、あの喜びだ。今までの人生の基地の喜びすげえ損した。やったじゃないですか。これからね、損するところ、今の回収できたから。結局だ、おみくじは気持ちの問題だから。そういうことでしょ。うわ、俺がっつり喜んでた。うわ、基地だとか言って、小より上だと思ってた。じゃあ小基地だった。小基地でした。じゃあ上から3つじゃん。そうですね。え、聞きました？今年は。俺言ったよ。何でした？俺すごく大吉だった。すごい飛躍の。俺行ってないさ、初詣。俺も引かないし、毎年ネットで引く派ですか、おみくじ。初詣は行ったんですか？ LINE のおみくじ。初詣行ったんですか？初詣ってどこ、神社に行くのが初詣？まあ、お寺とか行かない。行かなそうだもんな。なのにベトナム行くもんね。帰国民。ベトナムで行くんだ。ベトナムでは初詣。分かった、なるほど。 G いっぱいあるから。明日からじゃないですか？だから行かない。そうか、明日か。心境ちょっと話していいっすよ。あ、ベトナム新曲。この動画上がるの悲しい、悲しい。ちょっとずれるけど。違う、オルゴールの BGM 流すから。ベトナムに行ってきました。え、これ遺作なんですか？最後の動画です。ケイさん、そうとかないよ、別に。え、いやいや、ベトナムに向けて。何に向けて？一言、何かちょっと視聴者の方にちょっと。え、何が何。いや、ベトナムで待ってる視聴者の。いや、いる。チャンネル登録したの。一人はいるかもしれない。だって意外と海外の方ちょこちょこっている。意外と。一人はいいんじゃないですか。一応集合場所だけ決めといた方がいい。なんとか公園に何時。いないでしょ。行きますっつって。いないし、行かないよ、別に。わかんないもんだって。まあ、もしかしたら見かけるかもしれないってこと言うと。うん、そうなの。
いやでもこの格好で行くんでしょって、この格好で。この格好じゃ行かないよ、普通に。帽子かぶって行くんだ。行かないよ。サングラス持ってくんですか。持ってかない。動画撮れないじゃないですか。撮らないね。動画撮らないもんだって。一本も行かないですか。え、一本も。嘘でしょ。一本も撮らない。一本ぐらいね。うん。撮らない撮らない。ストーリーストーリー。いいよ、ストーリーでいいから。でも Wi-Fi…あ、結局どうしたの、借りた、借りない、借りない人…え、じゃあどうするつもりなんですか。なんかね、もうベトナムは街が Wi-Fi だらけなんだって。騙されてるよ。全然信用してない。お店に入ってる。しかも騙すメリットないじゃないですか。毎回 Wi-Fi 繋ぐのめんどくさいじゃないですか。毎回パスワード入れてると。いや、もうフリーなんだって。弱そう。あれやりました、あの携帯本当にオンにしといたらいくらかかるかっていう。あ、やろやろ。いや、じゃあ金払ってよ。いや、佐藤さんの給料から全部引いて。特別企画。特別企画。当て込むよ。年末スペシャル。年末スペシャル。全部当て込むよ。だってみんな、いくらかわかんないよ、だって。年末じゃない。そんなことない。年末じゃねえ。年始だし。年末で。やばいでしょ。すごいかかるんじゃないの、だってあれ。いや、やばいと思う。何十万じゃない。でしょ。言うよね、何十万かかったみたいな。結構疲れますよ、海外旅行。ん？結構疲れるんで。うん。大変だと思いますよ。あ、うん、合ってないと思います。こいつは何なの。何の人なの。止めたいんですよ、多分。行くのなんとか。寂しい、寂しいのの裏返しだから。君に行ってほしくないから、やっぱ俺らはちょっと悪態をついちゃうわけよ。いや、いいで君に対して。もういいでしょ、俺。少しここで離れさせてよ。お土産何がいいですか、ハウスさん。お土産は、あの、何でもいいらしいですよ。ベトナム女子がいいです。いやいやいや、意味がわかんない。どういうこと。連れて帰ってくるの。なんかトランクケースかなんか。いやいや、やばいだろ。犯罪じゃないそれは。ダメだろ。ダメなやつだろ。輸入、逆輸入お願いします。逆輸入。一番ダメなやつだろ。本当にダメなやつだろ。じゃあ、タカさんお土産どうします。いやいやいや、危ないから。危ないから、これ以上言えないみたいな。すぐパス出してんの。ギランバ。怖いけど。俺なんだろうな。だから俺はワンピース前も言ったけど。だからそれはあったら見てくれ。でもそれしか見てこないからもう。いや、佐藤さんのやつ見てください。人形。ああ、人形ね。あったらだよ。なきゃない。探してください。探しないよ、そんな。探しない。あ、なんか人形買ってきてください。何でもいいです。何でもいい。じゃあここにこうやって置けるよ。そうそうそう。何よ。ベトナム化身バージョンの佐藤さん。ちっちゃいやつでいいの。あれも着物材でちっちゃい方がいいかも。毎回カバンに。あれがあったらあれ欲しいです。あれ体積じ無駄すぎるんだよな、あれをカバンに入れて。まあまあちょっと。あれの折りたたみ式の。ああ、そうだからいいですね。あれ折りたためるってないやったら半分ぐらいない。ちょっとないですか、あれ。あれの折りたたみ式作れるとこ。ない。体験みたいな。折りたたみでどうやって作るの。そんなところに時間使いたくない。別注で作ってきてください、別注で。3時間ぐらい。あるかな、まあ本当にあったらよ。なきゃ買ってこないから。人形は何でもいいんだけど、ほんと一つ。だからあったらね。最悪その、空港とかでもいいんだよ。忘れちゃったら。空港だったらもう普通の人間になっちゃうな。日本っぽいやつになっちゃう。ベトナムっぽさはやっぱり残して。毎月変えてきたいな、人形。いいでしょ、変えなくて。分かんなくなるでしょ。かなりさ、あれも定着してないから。最近持ってきてないし、全然出さないから。何作ってほしいですね、人形。何作るって。え、人形作るとしたらいくらぐらいかかるんですか。知らない。3000円ぐらい作るんじゃないの。いや、そんな安い。え、あれですか。誰も人形作ったことないから知識はないんで。じゃあ自分でデザインして作るってなった。なんか人形ってのはあんま見ない。 T シャツとかならね、3000円とかいけそうだけど。人形作る、でも探せばあるでしょ、多分ね。人形メイキングみたいなんじゃない、なんか分かんないけど。人形メイキングでちょっと作ったこういうね、こういうちっこいやつね。うん、こういうちっこいやつ。そんな作るの。なんで、いる人形。いや、欲しいっすよ、やっぱ。なんでキャラ付けが欲しいじゃないですか、やっぱ。キャラ付け、人形メイキングっていうのがあれらしいんで。いや、俺が手取りたいけど。いや、それで調べても絶対出てくる。ないよ、そんな。人形欲しいの。いや、欲しいですよ。やっぱキャラ付けが欲しいですよ。あ、そうなの。邪魔じゃないでも、ここにあったら。SNS も始めるかと思ってね、やっぱ。始めるの。あ、それはアイコンでってこと。そう、それも。はい、え、SNS やってます。僕は、やったことないんですよ。え、やったことない。やったことないもん。ツイッターもあるんですよ。で、今、あれがアイコンなんです。あの、ここに入る前からあれがアイコンなんですよ、あの人形が。あー、そういうことだ。一個もつぶやいてないんですよね。あー、なるほど。誰も発見できない。あ、じゃあ本当に人形好きなの。LINE のやつがガチで人形だから。あれでね。LINE は今ピングですけど。あれだとね、ちょっと
著作権的に引っかかりそうだから。やばい、バレそうじゃないですか。だったらやっぱりベトナムの三千のメイキング人形のやつの方がいいっすよ。三千のダメだろ、あれも人形メイキングで作ったもう人形メイキングがもう定着しちゃったけど、あれもダメなんだよ確かに、あれならパリで買ったあれなら OK みたいな、手作りなら OK とかないでしょないんだよ別に、自分で作ればいいじゃん。いや作りたいっすね。じゃあ旅のあれ決まりましたね、うん、目標は。そうだね、ベトナムで人形メイキングをしてくるって。やだよ、そんなとこに時間使いたくない。めっちゃ動画向けじゃないですか絶対サングラス持ってった方がいいです。絶対持ってって、何にもしたくないんだよ何にもしたくないにすごい引っかかっちゃったけど、行って何にもしたくない。じゃあいいじゃん、日本にいればじゃあ飯を食べてるって感じはさ、うん、何よ、どこに決めてない。何を、目的は、目的、目的ない、やばい。じゃあ前に多分下手したら3食全部マック行く可能性ある。可能性ありますよねこれ。まあそれはそれで面白いじゃん。ホーチミンさだったかないつも話してるだったと思う、うん、ホーチミンはもう栄えてますから、何でもありますよ、うん、でしょ、うん、朝マック、昼ケンタ、うん、夜ドトールとかなんじゃないのもういいや、めんどくせえからまあそれもそれでいいでしょ。いや、日本にいりゃいいじゃん、だったら一つのあり方みたいなやめて、一つの旅のあり方みたいなやめてほしいんですけど、そう思ったやらよ、もう10万ぐらい払って全部ありじゃない、それはなしだじゃないか、わかんない、みんな結構決める派行ったら、そのここは行って、ここは行って、ざっくりよ、もちろんそのざっくり、いや、昼は、例えば3食のうち、うん、いや朝昼はまた適当でいっか、夜だけ決めようとかするじゃん、やっぱさ、まあなんか一食ぐらい決めたから、向こう行って決めるの。いや別にこっちでさ、ざっくり行くの。ざっくりよ、だってこっちで調べても出ますよ、美味しい料理屋さんは、うん、あ、そうなんだ。こっちで調べらんないんだから、だって多分そうだ、調べらんのよ、なん大丈夫だよ。てか Wi-Fi ないじゃないですか Wi-Fi 店入れば、店入れば、店入んなきゃいけないですか、それで一食食ってまあいいんじゃない、すごいよな、なんかいいんじゃない、それベトナムってどんな感じなのか分かんないな俺も、イメージつかんないですね。うん、ピクニック行くぐらいのなんか、な、舐め具合だよね、うん、そうそうそう、相模湖ピクニックだもんね、俺らのプレジャーフォレスト行くぐらいの感じじゃん、うん、まあある種売店ぐらいの感じだよね修学旅行ですね、ね、そんな感じ絶対やばいって、本当にマック食って帰ってきそうな気がする。いいでしょ、それは。ケイさん何食べたか写真ちゃんと撮ってきてほしいですね。 それはやってください。それは見たいわ、食べたものは撮ってきてください。ちょっとでもいっつも食うとき忘れちゃうからね、取れたら取るよ、うん、それで取るだけ、大体忘れちゃうんだよ、メインチャンネル食い終わったと、あってそう、あっ、取るの忘れたって。いいんだ、最悪皿でいいから、最悪皿でいい、で、何があったかだけ聞けるから、そしたらで、マックかどうかは分かるじゃん、それでめっちゃ気になりますね、何食べるか。画像撮っちゃうんですよ、僕からダサい、しかどこの見えないしないよ、でも有名な、有名人のインスタとかからダメだよ、ほんとにめっちゃ加工されてね、綺麗な、ないよ、そんなこと平気だよ、大丈夫、大丈夫、いや、前からね、やばいってなんだよお前には言われたくないよサワサワってやばいでしょ。いや、早く、そうそう、お会いでいいですか。そうだね、いいよ、ちょっと、お土産話がすげえ楽しみだ。あれ、9、生配信してください、帰ってきたその足で、空港で全て真実話しますね。あの釣り道具がすごい、あの真相全て話します。何の真相もないんだよ、別に、ベトナム行ってきました、生放送やりました。ないんだよ、真相が別に。それからご報告でも、ご報告でですよ、スーツ着てね、報告することもないんだよそんな大したことないんだよ右手に全て失いましたみたいな動画が出てきて、めっちゃ何やったか気になる。いやー、帰ってきたら超面白いじゃあお願いしますね、はい、料理の写真だけね、うん、いってらっしゃい。え、なんなのこの動画なんか違う動画になってるんだけど、おしまい